じゃあすみません、関根さん、はい、今日はあの関根さんの2022年のクラブセッティング、知りたい人いる、はい、知りたい人多いよぜひ俺プロでもらえるんですよまずキャラウェイのね、新製品ローグですね。でローグの中でも一番オーソドックスなマックスってやつですね。でこれで低スピンの LS っていうのがありまして、これはヘッドスピードが速い人よ。それからここはドローって言って捕まりが良くなる、右に行かないで左に行けるドローっていうのと、あとファストっていうヘッドスピードが緩やかな人が使う、まあ、4種類、ここが一番真ん中ですね、マックスっていう。トラトラトラエピック使ってたんですよ前は。いいんですけども、エピックねちょっとピーキーなんですよ、マニュアル車みたいなの。でこれはねここにね重りがあってね、これグーンと押してくれるんでね、オートマチック車なんですよ。だからアクセルだけ踏めばいいからすっごい楽な、うん、これ全部マットで、黒いでしょマット、ここも金。シャフトはねこれはフジクラのベンタスってやつ、フジクラと、まあ、キャロウェイが話し合って作ったこのクラブ用の、あの買うとついてくるやつですね、はい、僕はこれ 50g 台の SR です。 R っていうのがレギュラーで、 S がスティッフって言って硬いんですよ。で僕の場合その間 SR 間ですね、人間だもの間三つを。でこれはね僕ね、キャロウェイさんがすごくねよくしていただいてですね、フィッティングさせてもらったんですよ、白金台にあるんですけど、ちゃんとこう打った後にシミュレーションでどこに飛んだかっていうのが今分かるんですね。で僕は最初 R だと思って R 打ってたんですよ、はい、そしたらその、フィッティングの人が、関根さんちょっと待ってください、これカチャ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 ちゃんと SR 打ってみてください、やっぱりこれです、関根さん R は遠慮して打ってたって、ちょっと柔らかかった、うん、はい、人間ってねこうやった時にね硬さ感じるらしいんですよ、やっぱりすごい繊細らしいんですよ人間って。で SR の時には遠慮してなかったって言うんですよ、うん、そうするとやっぱ結果がね何ヤードか飛んでんの、で散らなくて、それでこれを、選びましたね。何も考えないでもまっすぐ行くし、それであとスプーンっていうのが、ね、あるんですよね、はい、スプーンはね普通ね15度なのね、ところがこれはね16.5度なんですよ。この 1.5 度寝てるってだけで球の上がりがね、上がりがいいんですよ。僕はね、僕のヘッドスピードだと15度のスプーンだと十分に球が上がらないんです。だからこれにしたらもうギンギンですわ全部 SR なんですか。全部 SR、 それで5があって、でまあ、7もあるんですけどね。このキャロウェイさんの僕ね好きなところはね、ショートウッドって言ってね、9番24度っていうね、ロフトの僕ねアイアンよりウッド系が好きなんですよ。だからこのウッドでこう払って打った方が、あの球を捉えやすいし、なんといってもキャロウェイさん出ました11ウッド11ですよ。チャララ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 ラ78っていうね30度と33度なんですよ、はい、自重生産なんでちょっと違かったですよ。でアイアンはエーペックスっていう、あのこれも試打しまして、プロと優しいやつの間、僕は優しいやつが合うなと思ったんですよ、はい、ところがやっぱり5球打ったら真ん中が一番良かったです。私シャフトもカーボンじゃなくて、これゼロス7っていう 70g 台の日本シャフトのスチールシャフト、これがねあって出たんですね結果的には。このオーソドックスな感じが、でウェッジは48度ジョーズってやつですね、石川亮君が使ってるやつですね。で52度はここちょっとワイドにして、ミスがあんまり出ない。で58度は開くのでちょっとここが薄くしてあるというね、
これもフィッティング行ったんです。バター。はい。って言った時にこれがいいって言うんで、で、来角68度にしてもらって、ちょっとこうこの角度こっちに寝かしてもらって、これね、何がいいってね、ツーボールバター今までも好きだったんですよ。はい、これ2本入ったんですよ、ここに。自分で入れてたんですよ、前は。2本っていうか1本、はい、曲がっちゃうんですよね。それで、でボールはもう最初から印刷されてるんですよ、キャラウェイのボール。だからこホールがここにあるじゃないですか。でここに向かってボールをこうやればまっすぐ構えられるわけですよ。バターはもうこう構えればもうボールもフェースもターゲットにまっすぐになるわけですよ。これ上田桃子さんが絶賛してました。すごいブレないっつってこのパターンにしてからはもう入りますね。これシャフトはね、こうカーボンなんですよ。ここがスチールなんですけどね、あのここのカーボンにしてこのシャフトを軽くした分、その重さをこっちとこっちに分けて、ええ、こっちも重いけどもヘッドも手元も重いから、あのそう、これがねもう最高ですね。イレブンって出たんですよ今度。だから困ってるんですよね。そっちも新しいのを 試したいですよね。でこれね、何が僕いいかっていうとね、ヘッドカバーってね面倒くさいんですよ。はい、でこうやったりなんかで、これはねここマグネットなんだね。今度ケツにこうやってパンってくっつくんですよ。はいはい、それでこうやってで終わった後こうやって、はい、これキャディさんにお願いします。杉田さん33インチですか。これ34です。34ですか。なんか34が僕合っててね、なんとなくこういうヘッドセッティングでね、アイアンは時々こうその時のイメージで変えたりもしますけども、うん、基本別のグリーン周りって取られてたんですか。グリーン周り僕ね58か52ですね。うん、48も使いますよ。うん、ジョーズって書いてある。ダーダン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 、ボールに噛みつくってことなんですよ。ジョーズのようにスピンがかかるってこと。ただ私のヘッドスピードだと そんなにすごいっていうのはそんな感じでのかって分かんないですね。まあかかると思うんだけど、プロみたいにはならないですね。シャフトも全部ゼロスですね。それだこれ14本なんですかね全部で。いやこれはもっと入ってます。ちょっと多めに入れて、これあの抜きますから、まあ、はいはいはい、15本じゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、あれ14本だパターも入れましたよ。パターも入れた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14本だ。ぴったりだ。規定通りです。試合出れます。これね、あのね、傾斜見てんだよね。